せいやです。本日は第16回よさこい鹿沼フェスティバルに大勢お越しいただき誠にありがとうございます。また近隣の皆様、スタッフの皆様、そしてこの場所にいる皆様、本当にありがとうございます。ただいまより披露いたします。秀才かつなぐ思い。この曲は地元鹿沼の祭りを表現したものです。昨年この曲を披露して多くの仲間と出会うことができました。本日はその新しい仲間と昨年以上に迫力のある演舞を披露したいと思います。最後までご声援よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。戦国の世が幕を閉じ、荒れ果てた下野の国鹿沼、悲しみに暮れる鹿沼人、未来や希望はあるのか。鹿沼で生まれ鹿沼で育った誇りを胸に、先人が築いた技をつなぎ、必ずや切り開く。いざ、みんな秋の日の鹿沼に見える希望、鹿沼を再建する。そう、我々鹿沼の民衆がいざ集結、希望を胸に立ち上がれ。鹿沼の世に大干ばつが襲う。絶望の中に光は見えるのか。苦しい、そして悲しい、勇気が阻むのは脅威なり自然の力。立ち上がれ鹿沼、よみがえれ下野の国、明日の実りを願い全力で立ち向かうのだ。ああ、雷が来るぞ。流れんばかりの敵の雨を我々に降り注げ、喜びとともに。世界に踊れ、雨が降る、風が吹き出す、この大地、それ道を開け、それ未来築け、鹿沼塾の体系が始まった。輝く祭り林に絢爛豪華な彫刻が繰り出す。舞い踊れ、せいや。よー、皆様、お手拍子お願いいたします。
有利な彫刻屋台、これが鹿沼の秋祭り。鼓舞して回る民衆の姿に力みなぎる。踊れ聖夜、歌い聖夜、時空を超えて未来永劫。100万光年の足に向かって思いをつなげ、よーっせやー。乗れ。我々聖夜メンバーまだまだ募集しております。そして6月に行われる北海道で行われるよさこいソーラン祭りに地元鹿沼を代表して行ってまいります。今後ともご声援よろしくお願いいたします。そして本日は最後までご声援ありがとうございました。レイ、ありがとうございました。